こんにちは、アダスです。本日はですね、前回の動画を、見ていただいたとある志願者さんからですね、オファーをいただきまして、アダスファンディングで行わさせていただきたいと思います。もう志願者さんのお二人が到着していますので、早速呼びたいと思います。それではどうぞ。失礼します。今宵二人の志願者が虎の元へ訪れた。それでは簡単に、お名前とご経歴をお願いします。金岳幸次郎、33歳、第2期ウィナーズペイロ、現在無職、よろしくお願いします。お願いします。浜谷和、33歳、現在映像制作の業務を行いつつ、幸次郎のカメラマンをしています。お願いします。今回の希望金額と投資形態を教えてください。希望金額は5万、投資でお願いします。はい。あなたが思い描く未来の姿は？赤金リーグを日本で流行らせたい。新しい未来を掴み取れ、キャッチザハンド。お願いします。じゃあ大丈夫ですか？それやりたかったんだけど。すいません。どういう場か分かってますか？まあ、お互いさ、間柄はさ、もう知れてるから、まあ、ある程度のプレーは認めるけど、いや今回はお金が絡んでるのよ。ねえ、なんでなんかそういう真剣に挑んでほしいんですよね。今までの関係値は一旦なくして、ちゃんと志願者と虎っていう認識で受けていただいていいですか？はい、はい、申し訳ありません。それでは簡単に、あ、もう一度ちょっと経歴詳しく教えていただいていいですか？29歳の頃から、リーフットボールチャンネルというところで、ウィナーズという、YouTuber チームを YouTube を発表させていただいて、かれこれ3年、まあ、第2期ウィナーズでは私は本メンバーに選ばれず、ペイロという立場で、まあ、そのまんまウィナーズが、活動していないので、まあ、その後僕はキングスリーグ、キングスワールドカップというのを出場させていただいて、非常に面白いスポーツ競技だったので、赤金リーグという名前で日本にも広めていけたらなと思い活動させていただきます。詳しく聞かせてもらっていいですか？浜谷さんのキャリア。浜谷和です。33歳です。どうも。私も、もともとウィナーズを見ていて、スタッフ募集の動画を見て応募し、ウィナーズの制作になりました。そのつながりで、工場と出会い、工場と一緒に赤金リーグを作っていこうというふうに今活動しております。わかりました。赤金リーグってね、授業プランでおっしゃられてたんですけど、赤金リーグって何ですか？まあ、最終的な目標は、海外のキングスワールドカップで日本代表が優勝するために、このキングスルールというものを、競技に落とし込んだのが赤金リーグです。まあ、本当はキングスという名前を使いたかったんですけれども、大人の事情で使えないので赤金リーグという名前に変えて、キングスルールで競技を行っております。で、主に、今はサッカーとバスケット、まあ、本来はサッカーだけなんですけど、このキングスのルールは
いので、もしかすると他の競技に当てはめてもこれ面白いんじゃないかという思いでバスケットという新たな種目も導入させてもらいました。その面白い観点ちょっと具体的に教えてもらっていいですか。何が他のものと違うんですか。本来はサッカーもバスケットも5人だったり11人で行うチームスポーツなんですけれども、一番最初に1対1から始まるという、1対1、2対2、3対3と時間を追うごとに人が増えていくっていうのも、戦い方もどんどん異なりますし、緊張感だったりも、またその普段のサッカーバスケとは違う緊張感があって面白い。そしてやっぱキングスの面白いところは、オーナーが生配信を行うことによってオンラインでも、そのライブの臨場感だったりとか、世界各国から視聴者を集めて、一緒に盛り上がることができる、そのライブとエンタメスポーツという部分でとても、僕が世界で味わった面白さっていうのをみんなに知ってほしい。今回提示していただいたお金って、それ何のお金ですか。赤金リーグ1回開催する時の費用になります。が、5万円でしたっけ。はい、今バスケットと、サッカー2つやってるんで、はい、コート代、体育館を3時間抑えてます。うん、その3時間のお題が5万。お金の面に関しては幸次郎さんじゃなくて浜谷さんが多分受け持ってると思うんですけど、実際赤金リーグって収支取れるんですか。取れます。取れるんですか。どういうなんか事業プランっていうか、はい、ふうに考えてますか。現在各インフルエンサーの方、幸次郎さんの人脈を使ってインフルエンサーさんを各チームに招き入れて、総登録者数でいうと300万人超えの、もう本当に大規模なリーグになっております。300万人です。なのでまず、動画の拡散力を使って認知を叩きます。その認知の後に、有観客だったりとか、ユニフォームを販売し、皆さんにこう満足いただくものを提供していくことで、この収支っていうのはどんどん増えていくんじゃないかと思っています。一見その総登録者数300万っておっしゃったと思うんですけど、あれですよね、でも同じジャンルのインフルエンサーさんが多いですよね。はい、そこ創殺し合ってません。はい、もっと結局何本ぐらいになりそうですか、創殺し合った結果。600万人増えるんですか。僕は300万人、確かに同じ登録者、同じジャンルの登録者もいるかもしれないですけど、僕は逆に同じと同じを掛け算だと思ってます。600になります。現在300万のところが計算したらもっといくんじゃないですか。300万うち200万人がウンパルンパさんです。ウンパルンパの200万で、はい、他の400万は結局みんなが集まった結果で増えるんじゃなかろうかという事業プラン。あと一つ質問いいですか。なんで髪染めたんですか。そこめっちゃ気になって。なぜ加藤さんが、はい、配信、頭丸めていたっていうのに、影響を受けて、自分はずっとロン毛で活動してきたので、一旦覚悟を決めようと自分の意思で丸めました。ただ、ロン毛で活動してきたのでもう誰にも気づかれなくなってしまい、目立ちたくて金髪にしました。あ、そういうことだったんです。はい、でストーリーで見て、なんかプロレスラー
本間さん。めっちゃ似てんなと思って、あの人に。いやー本当にまさか金にするとは思わなかったですわ。タケルも染めたじゃん、緑に。あれ、え、コウジの方が早い。僕の方が早いです。あー、じゃあもうそれに触発されちゃったんだろうね。すいません、ちょっと正式なタイミングがちょっと分かんない。金ね、なんかメリットありました？そうですね、まあ、僕の唯一の弱点っていうのが白髪が多いことなんで、その弱点が少しは解消できたかなと思いました。もう一つ、お願いします。彼が金髪にしたことで単純に金運が上がったのかな。一つありました。はい、レンタル工事を、フットサルス、イベントに呼ばせていただいて、はい、でそこでご担当者さんとつながって、担当の方から関係一ついただきました。髪色を変えただけで案件が、あ、よ、それ良かったっすね。ただ断ろうと思ってます。なんで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 。僕は今赤金リーグを頑張りたい。赤金リーグより確実に案件でお金もらった方がいいでしょうね、浜谷さんね。はい、ですよね。はい、それ大丈夫？いや、すいません。ちょっと緊張しちゃって、ああ出任せいました。真摯にやらせていただきたいなと思います。最後にお二人から一言ずついただきたいと思います。ラストステートメントです。僕の全力にアザスさんのお力添えがあればもっともっと大きな素敵なリーグになると思ってます。ぜひよろしくお願いします。はい、キングスリーグの日本代表ラッシュ SC の戦いを見て、多くの方が感動したと思います。で、赤金リーグの目標っていうのは、キングスワールドカップで日本が、世界一になるっていうところが根底にあるので、赤金リーグ盛り上げることによってこう日本が活性化する、サッカー界が盛り上がるっていうところの鍵橋になりたいと思っています。全力で盛り上げます。お願いします。一旦後ろを向いていただいていいですか。僕が書きますので。はい、はい、赤金リーグ成功の暁は日本サッカー界の活性化を夢見る志願者の2人。果たしてこの事業プラン虎に刺さるか。それでは正面を向いていただければ幸いです。もう虎が僕しかいないので、ここにもう金額が書いてありますので、それを持って答えとさせていただきます。はい、ドン。あの康次郎が、なんだろう、その結構大金をかけてまでこの赤金リーグをやり遂げたいんだっていう思いが、まあ今2回目もう試合来てますけど感じてます。ここまでこれ来てて、ちゃんと開催できてますし、ちゃんと動画も、上がってますので計画通りに実行できてるんだなと思ってます。でそれはもう浜谷さんのねサポートもありつつ2人の思いが実現できるのではないかなと思って、その2人の授業を応援させていただければと思います。完全オールです。おめでとうございます。ありがとうございます。頑張ってね。ありがとうございます。頑張ってます。じゃあ、最後ですか、カメラ。本日の志願者の金武康次郎さんの、各種情報は概要欄にて記載させていただきますので、皆さん何卒ご活目、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあのー。